こちゃんですね。おやすみしのちゃん、ママはそろそろお仕事に行きますからね。ん、やっと来てきた。今トースト焼くから。舞さん、兄さんから連絡あった？うん、しょうがないな、兄さんも単身赴任なんか断ればよかったのに。仕方ないのよ、向こうの仕事が忙しいみたい。でもさ、赤ちゃん生まれたばっかりなんだよ、気にならないのかな。店も育児も舞さんに任せっきりでさ、それって男としてどうよって思うんだけど。あのね、つとむくんも会社に入ればしげきさんの大変さがわかるわよ。だから今日はしっかり働いてもらわなくちゃね。今日はじゃなくて今日もでしょ。いちいち口答えしないの。いいからおしゃべりはおしまい。ほら早く食べて食べて。お店の掃除手伝ってよね。朝ごはんぐらいゆっくり。ダメ、今日アルバイトの人が来るんだから、いつも以上に綺麗にしなくちゃね。うん、こんなところかな。ストームくん、何見てるのかな。相変わらず手際いいね。当然、私プロよ。じゃあこれ配達に行ってくるから店番お願いね。そうだ、バイトの人来たら待っててもらって、しのちゃんのことも見ててね。よろしく。はいはい。暇。あれ、お客さん？このお花の名前は、あやめね、間違いないわ。それ、ラベンダーなんですけど。